本日とうとう私たちパリ組ガールズが主演の乙女理論とその周辺発売日になりました。いやー嬉しいね。今日まで長かったよ。どれだけパリで待ってればいいのかと思ったよ。本当ですね。途中アフターストーリーとか発表された時はどうしようかと思いました。もっと前に出た方がいいのかと焦りましたよ。リソナはそっちにも絡んでるからいい方だよ。私たちなんてエイプリルフール以降なかなか出番がなかったんだから。そんな苦労も今日で報われるんですね。多くの人が手に取ってくれるといいですね。本当だね。日本の皆さんとパリのみんなが手に取ってくれるといいね。ジャパンセールスオンリー。いたいけな少年少女たちに感動を与えることができればいいなというのがささやかな願いです。18歳未満の方はご購入できません。どれどれ、パッケージどんな感じなのか見せて。私とメリル透けてるよ。もうなんか何でも楽しくて仕方ない状況に陥ってますね。今は私も割とテンション高めなんですが。じゃあ気持ちがいいうちにちょこっと中身について問題ない範囲で触れてみましょう。ああいいですね。そういうのですよ、発売日に話すことは。リソナはなんかここ見てくださいみたいなのあるの？そうですね、なんか上の兄がクハハークハハハーって笑ってました。見どころそれでいいの？ネタバレを回避するとそんなことしか言えなくなってしまって。修道院の人はどうですか？そうですね、前編通してチーズばっかり食べてました。それだけですか？あ、そういえば私の時もクハハークハハって笑ってる人がいました。では最後にモデルの人はどうぞ。そうだな、本編でパリってるって言えなかったことが残念だな。まあパリに住んでる人はパリってるって言いませんよね。あとよく考えたらクハハークハハって笑ってる人いたわ。そうですか。では全員の感想をまとめるとクハハークハハーってことですね。皆さんも遊ぶときはクハハーって笑い方に注目しながら進めてください。それじゃあ最後の締めはモデルの人にお願いします。私たちハリグミガールズが活躍する乙女理論とその周辺クハハーと本日発売。みんなパリで会おうね。クハハハクハハハハクハハハハハ発売。本物